あんなにお幸せそうだったのに、でお会いしてからもう1週間も経たないうちにプロポーズして、もう、うん、素敵って素晴らしいロマンだと思ってたのに、どうしたんでしょうね。そうですね。ねえ、何も報告とかはないです。はい、どこに出すのか。やっぱり美しい誤解があったんじゃないんですか、お互いに。恋愛ってそんなもんですよね。多分美しい誤解だったんじゃない。なんかアドバイスありますか。そうね、あのお二人にこれに懲りずに素晴らしい、ロマンスをまた持っていただきたいですね。はい、ありがとうございました。